いけるよ、魔王、魔王打ってこう。うわあ、まあそう、本来そうなんだよ、本来そのはずなのよ。ここ身長センター返しでツーストまで見ます。ツーストまで見てヒットエンドランで総力経験値も稼い、ブエッ、いやー、パワーがあれば言ってたな。ナイス、ヨルミさんやりますね。まあセフバンかな、もうマジでバントつけることに全身全霊。うわあ、危ない、総力 S でもきつい場面多いな。ここは慎重、満塁にしてから乾に渡したいとこで、ええ、それいったんじゃねえ、頭上超えて、うわー、緑泉さん打つなー、一発ついてるからか。はい、ここ転がせ、余裕で、シェーン様かっこいい。はい、あら、ちょっと転がんなかったか。コールドしない方がいい、コールド。まあなんか守備回ってもそうだな、機会増やすか、バント。まあこれはこれはドンマイ、えっ、あぶねえ、今行きそうだったぞ、怖え。これもうじゃあ総力稼ぐわ、このバントで、バントで総力稼ぎます。はい、ああ、これって今塁にいる人にも乗るんだよね、確か。ピッチャー変わりました、相手。あ、まずい。あ、じゃあ、あ、よしよしよし、オッケーオッケーオッケー。パワーじゃなくミート伸ばしたいんで流し、うん、ツーストまで。おい、打つね、じわじわと。え、コールドすると何、敵が強くなるの、そういう迷信があるの。この2人総力上げたいから送りバントで、いや、ひ送りバントで、うい、ツーストライクからバントという異例の、自分を送り込むバントだった。ちょ、待って待って待って、これは点取っちゃうよ。コールドだと成長の機会を減らしてしまう。もう最後強敵と当たる可能性もあるから、ここでの成長マジ大事な気もする。ふわっちの三振今いくつとか見れないのこれ。え、守備力 F なんだけど、ふわっち、お前もしかしてピッチャー、ピッチャーあんま分かってない。脱三振 7！ いや、これさ、投げさせよう、あと3回やって。コールドしたらね、投げれないね。栄冠9では試合終盤になるほど選手操作が回ってきて経験点を稼げるから、コールドはしない方がいいとされている。特に9回以降の表裏は全て自分で操作できるので経験値がクソうまい。スクイズしまーす、うーん、あ、アウトなっちゃったな、くっそー、アウトなっちゃった、あー、くっそー。大丈夫、ヨルミさん、ヤルさん、打たなくてもいいかも。ヤルさん、あ、ヤルさん、打たなくていい、打たなくていい、打たなくて大丈夫。今は成長の時。打っちゃダメ、うん、いやー、ナイス、ナイバッティー、ナイス。さあ、守備機会下せ、攻撃。まあ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 。だから、こっからもう、超ホワイト。ちょっと待って、これ多分出塁しちゃうんじゃない？あ、これは、これは無理だわ。セフバン2連続はきちい、これ絶対止められちゃうわ。うわー、うまい、野球がうまい。いや、盗塁絶対刺されるわ、この方。足が速い、いつもの定石。もう、もう絶対これ送りバントできないわ。もう野球がうまい。あー、アウト取られちゃったわ。どうあがいても点取っちゃうんですけど、あと1三振。ここは定番、成功するんかい、うまいな。送りバントでツーアウト取ってもらおう。オッケー、ナイスキャッチ、ナイキャッチ相手。
コールドは7回まで？そうなの？コールドは7回まで？それを言ってくれよ。そんなことない。なになになに、怖っ、なにその嘘、怖っ。やっと来た。だこれがフワッチの決め球だ。しゃー、計10三振。こっからライ君出すかどうか。的確に俺嘘拾った。すごいな俺、向いてねえわ配信者。え、脱三振の数で確率が上がる？そうなん？ワザップ10個が上限なだけ。なんなんそのワザップまみれ、すごいな。もうあれだね、完全に自分に都合のいい意見を取り入れようとしてるね、脳がバイアスがかかってるね。それでもう嘘に軽く引っかかる。よーし、準決勝突破していく。これは外角でしっかり取ってもらおう、ウォーリー。第4球を投げました。オッケー、シェン様大丈夫。シェン様、今のはシェン様じゃなきゃ。あ、飛ばしちゃった、最悪。あー、甲子園、兵庫の頂点は我々だ。甲子園大会出場決定。癖で連打しちゃうのよ。あんなにコメントで言ってくれてたのに。いやでも甲子園行きました。強豪いかん、強豪、強豪行ったらカード消えちゃうか。いやそりゃ評価上がりますよ。うん、かなり上がるよ。うん、そりゃ上がる。俺やっぱほら芝の弾道欲しくなってるじゃん、みんな。この前さ、コメントで芝は弾道1位だからこそ足を生かせるみたいな言ってたやつが、今さっきコメントで芝弾道2に上げようって言ってるわけ。なんなん、移り身変わり身の速さ。のらりくらりお前生きてきて、お前惑わすんじゃないよ。もうバカ野郎マジで。結局そうなんだ。いや同じ人だって。俺結構ちょっと、いや名前ね、たまたま覚えてたから